さあ、今日は王将がたこ焼きを作ります。趣味とはプロレベルのことと、王将の T シャツに書いてあります。そしてそれ以外はたしなみ。それとみんななんか健康に悪そうとか太りそうとかって思うから、なるべく料理って砂糖入れてるように見せない。こんな入ってると思うケーキじゃん。でも小麦粉入ってて、確かにケーキ。卵、小麦粉、砂糖、ほぼケーキ。もう粉もね、なんか既製品使わないでも自分で粉から作るという凝りようです。まあでもやっぱお砂糖でいっぱい入れると美味しくなるよね。でその隣で僕はバーベキューの下ごしらえしてます。技研ベースで出すようなで、この焼き台も和尚の持ってる業務用のお祭りとかなんだこれ。これすごくない。まあ、それ松屋知ってんのか。これすごいな。あ、それ見たことない。さあ、いよいよ生地を入れていきます。この生地だけ舐めてもね、美味しいんですよ。結構傾いてますね。そうそう、ネギ嫌いな人とかいます。はい、ネギ嫌いな人。いや、さっきの紅生姜みたいな、ネギなし。ネギ嫌いな人。これ紅生姜もね、ちょっとしか入れないね。お生姜のスタイルが。この段階で天かす入れちゃうと水っぽくなっちゃうんですよ、天かす。あ、まだ結構水分残ってるんで、もう一息天かす入れます。天かす入れます。まあいろんなお店によってね、天かす最初に入れたいとかそうじゃなかったりとかありますけど、お醤は最後に入れるスタイル。おいしそう。試食してます。さあ、お味はどうなんでしょう。え、すごっ。めっちゃうまくない。うん、めっちゃうまいよね。辛いとなさのツバメおじさん。このソースが本当に辛いんですよね。あのこれストレート行くのは結構マニアで、あまりにタップとかそういうキービーとか混ぜます。やめて、もうすでにやりすぎた感が半端じゃん。あ、でも私これ好き。うまい。これはうまい。これも欲しい。これも俺のバーベキューソースに。もうなんか悪の相当みたいな。あと2個ぐらいありますけど、食べたい。はいはいはい。これ先生と一緒だったんだ。次の日俺行ったら遠藤さん、遠藤さんいたよ。樋口さんが来ました。樋口さん、魚屋さんで買ってきたカツオを叩きにしてますね。竹串しかないんで。焼き肉よ。これがあればね、ジャパニーズバーベキューキングにもなるわけよ。ジャパニーズバーベキューはいいよ。これアメリカンバーベキューだ。品質じゃねえよ。まあ、そう、今日は、ね、いっぱい買ってきた。これは結構時間かかるんですよ、カツオのたたき。確かにカツオのたたきってジャパニーズバーベキューって感じしますね。いや、もう塩かけてある。まんまですか。まんまで、とりあえず足りなかったら。わー、すごい。あ、うまい。うまい。これはやばいわ。うまいよね。うまあ、うまい。ほら、ほら。ただもんじゃねえな、やっぱ。
ですけど、山さっていうね、お魚屋さんなんですけど、すごい毎回ね、2000円でものすごいたくさんくれるんですよ。で、なんかちょっとおまけとかが結構すごくて、毎回こう、1週間分ぐらいの魚を2000円で。いきます。いや、もう十分でしょ。美味しいです。で、その後に、はい、甘い、西成のソースを。甘い西成、はい、甘い西成ソース、甘いんだよね。もう僕酔ってますね、だいぶ。ちょっとまだ紅生なし、柔らかい。バカだね、美味しいしか言えないですね。1個ちょっと美味しい。これ、ね、多摩の銀座若干ジャイロ、はい、今日辛い、うまい、うまい、これうまいな、オリソース。オリソースうまくないですか。今回和尚は、たまりソースっていう西成で使われているたこ焼きソースと、そのオリソースっていう、なんかまあオリ、なんかその下に溜まったオリから作ったすごい辛いソースがあって、それを持ってきてくれて、これブレンドするととっても美味しいということが分かりました。 Amazon で買います。ではまた明日。